今日はライブアラーブ。うん。明日もライブアラーブ。なんかでもライブアラーブって他のゲームに埋もれてうんたらかんたらみたいなみんな言ってなかったっけ？隠れた名作。クロノトリガーも発売されてたのな、この時。対策に挟まれて発売されたから、ちょっと影薄いっていう感じ。だから、ドラクエデデン、FF デデンっていうよりは、さ、す、ほうみたいな。クエアが超対策を月1みたいなペースで出してた。え？ライブアラブもスクエアじゃないの？もうゲーム月1でいろんなの出しまくりってことなの？全盛期ゆえにもうポップポップ出せちゃったってことなの？ FF が年1で出てた時代。なるほど。ポップポップ出してたからソフトも変わらずにやってない人もいたのかな？あ、でもなんかパパもそんなこと言ってたかも。なんか、その時いろんなゲームあったけど、なんかあえてかわかんないけどライブをやったって言ってた。かな？要は、ゲーム戦国時代である。ってことなのね。貧富の差があった時代、ゲームが高かったから毎月数万はきつい。それは、そう。ゲームは借りるもの、そして借りパクするものだったのよね。ほんな。みんな借りパクしたとかされたって言ってなかったのな。名前変えてもダメだったんじゃねえのな。斉藤くんゲーム返して。そんな感じ？してはない？されまくったみんなは。被害者ってこと？でもさ、完全に犯罪じゃない？こんな大金のものをパクられるって。なんか、まださ、500円とか1000円なら、まあ、許せないけど、許せなくもないけど、たっけーソフトをパクられたら、やばくないほどに。買ってくれた親も怒んねえのなんか。あんな高いゲーム取られたとか打たなかったのじゃねえの？みんな内緒にしてたの？高すぎだの。借りた本人忘れてる。どんだけ借りとんねん。親が貸すなという理由がわからない。あ、言われてたの？クラス替えで疎遠になったり。ゆえ、返してもらえ。自分も貸して相手からも等価交換ってこと？忘れるの？え、忘れるんかい。まあ、値段とか価値がわかんないから、そういうものなのな。貸してた子、学校辞めちゃった。辞める前に言え。みんな帰ってきてないやん、ソフトが。なんで、借りパクされたままにしとんねん。家に突撃した。いや、それくらいすべきだって。お金取られたようなもんなのだよ。中古の店も多かった。あ、新品ってことでもないな。ブックオフってこと？借りパク、なんか借りパクされた人多ない？どんだけ。中古ゲームがいっぱいあった。あ、じゃあ新品じゃなくて安く買った人もいるなら。借りパクされて中古買うの？みんな中古だったな。返せって言っても、そいつのものって主張される。だからみんなは名前を書くのだね。よし、アイドル返してほしい。今ならネットでめっちゃ安く買えるのだよ。数百円で。塗りつぶされる。おい、犯罪を隠してるぞ。証拠は。え、除光液で消えるの？わざわざ除光液買おうってことは何なの？やだ、みんななんでそんなわかるのな？ママの除光液勝手に使ってやったってこと？怖っ、犯罪を隠してる。やべえ。やばい、子供は悪いと思わずにそういうことやっちゃうからな。みんなやばいのな。消しゴムでも消せるの？名前か、や、てか名前を書いたものを消すんじゃねえのだよ。恐ろしい時代なのだ。
やだー、もうかさぼんじゃねえの最初から。隠蔽してる。なんてやつらだ。確かにはダメって言われた。まあこんなことあったら絶対したくねえなのね。